はい、皆さんこんにちは、コーダです。今回もスーパーモールメーカーズ実況プレイしていきたいと思います。まずはキノさんのコース、アンノンギミックトロールということで、久々の騙しコースやっていきましょう。クリア率は 2.04% なんですけれども、さあどんな感じになってるのかいきましょう。まずすぐ中間があるね。ひとまずここぐるっとパウして、オッケー、これ中間取れた、ナイス。本当にこれ騙しコースか。これ上行ったら多分戻ってこれないから、一旦土管入ってみるか。さあ土管入ってみると、裏面はまさかのお城。この甲羅持って、んでちょっと待ってね、ちょっと待ってね、よく分かってないぞ。ここから投げる、オンオフして、あぶあー、これ下だー。はい、ってことでこっから投げたらすぐ下行く、オッケー、これでいいね、これでオッケー、進めたよ。そして次はここなんかある、あ、なんか来た、なんか来た、なんか来たけど、なーに、なーに、え、クリボーになったけど、あ、違うんだ、これクリボー取っちゃダメなんだ多分。そういうことか、了解。そう、クリボー取っちゃうと下にいるドッスンさんが多分反応しなくなっちゃうんだよね。なので一旦こっちに逃げます。はいはいはい、なんで、いや、ダメだ多分こっから左押しっぱだ、左押しっぱにすることによってこっちにいることができる。そうするともう一回ドッスンさん、下の溶岩の中にいるドッスンさんが、あそっか、これドッスンさんに乗っちゃうんだ。はい、なのでここで待機かと思いきや、もう一回左押しっぱ、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 これでいいね、これでいいね、よーし、進めた。んでここは上行っちゃっていいかな。はい、このまま入っちゃって透明土管出てきます。 OK、 進んでるね、進んでるね、ナイス。で次が、キノコが必要なのかな、なんだけどここから行くじゃん、いけてる、いけてる、大丈夫で、これでキノコゲットできない、大丈夫大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫、ここで一旦待機、 OK。 そしてキノコ取ります。はい、進めてるよ、うまく進めている。これで、なんでダメージ食らわないのこれ、なんで、なんで、まあまあいいよ、よくわかんないけど、とりあえずこのまま左行ってみるか。これで、はい、左、んで、あー、これ、なるほど、大きくなっちゃったらここ行けないんだマリオさんちょっとちっちゃくなって、てか他にダメージ食らえるところ他にない、ここもそっか入れなくなってるか、なるほどー。どうやってやられるのこれあ、これでいいのか、ここでやれることができる。さあここまで戻ってきましたが、これ当たんないんだよね、なんでこれ当たんないんだろうな、不思議すぎるんだけど。これんで、このままちっちゃいままマリオで行って、はい、これで猫マリオになり、ここブロック壊し左行く、いいね、でドア入っていく、完璧、はいはいはい。で今度は、これヒップドロップで、で大きくなる、ここまではこの選択肢しかないよね。で P スイッチがあるね、右側でもクリボーもあるな、よいしょ、いいのかな、これでいいのかな、本当に。でブーメランを取るのかい、ブーメラン、いや、ブーメラン実はいらない説とかない？わかんない。一旦このまま行ってみる。そうすることで、そうすることで、いけた！あ、なんか潰された！ん？結局こっからどうすればいいんだ？もう一回、あ？あれ？ブーメランがなくなった。あれ？ブーメランがなくなった！なんで？例えばだけど、すぐ左行くとか？例えば、飛びとか入ってすぐ左、違う違う違うのかい、あ、待って待って、でもこれだと、これだとブーメランが取れる、あ、ブーメラン取れた、やった、なんでこれブーメランがなくなるときとなくならないときの理由がよくわからん。んでこれはこのまま、これいいのかな、これいいのか、よしよし、進めた進めた。んでこのまま下降りて、はいはい、こっち行けるようになってる。
で、ここはダメージ食らっちゃうけど、これも入って、ん？パウ？待って、ファイヤーがなんかあるよ。ファイヤーあれ取りたいな。ファイヤー取りたいけど取れないんだよね。そうだよね。戻んないといけないんだ。ここ右行く。で、右行くと見せかけて、戻る。これどう？これ戻って、はいはい、これで、ファイヤーゲッチュ。ナイス。ファイヤーゲッチュしたことにより、この後どうすんだ？これパウをゲット。なんでやられたん？いや、さっきからなんか謎にやられちゃうことが多いな。うん。んで、もう一回しっかりファイヤー取ります。そして、ちっちゃくなんないといけないのかな？あ、これピンポン言ってる、ピンポン言ってる。これで、はい、右行ってパウゲットして、で、これでパウする。はい。で、ファイヤーゲット。これで鍵もゲット。この上のハテナボックスは何だろう？ん？ピンポン、ピンポン。何がピンポン？何がピンポンなんだろう？わかんないけど。あー、そっか、もう一回やらないといけないのか。そうか。ファイヤーゲットする。一回やられる。で、もう一回右行って、パウゲットして、パウする。で、ファイヤーと鍵ゲットして、で、ここでも一回やられる。この状態で、はい。ちょっと待って待って待って、今やられたのは何故？わかんない、もうわかんないって。ここでファイヤーになる。で、ここで一回やられる。で、もう一回やられ、もう一回やられる。やられたこのタイミングですぐ入っていく。これが正解か。なるほど。オッケー、これだよ。で、ここで中間ゲットの土管入って、で、表面に戻っていく。よし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 。いいんじゃない、いいんじゃない。はい。じゃあ次は、あともう2つドアに入っていけばいいのかな。じゃあ次、奥のドア入っていこうか。さあ、奥のドア。さあ、新たな盤面来ましたよ。ここは一旦下行っちゃって、で、ここは当たんないね。これ当たんない。はい。で、どうなる、どうなる。もうこれ、もう、ちょ、これ上で透明土管入って戻らないといけないのかな。はい、もう一回ここ透明土管入る。よし、これでどうなる。 OK、 壊された。で、これで右行けばいいってことかな。ナイスナイス。続いてこれ上行く。これなんだろうな。包帯取れる、取れた。どうなってる、どうなってるの、どうなってんの、どうなってんの。あ、出れない、出れないよ。待って、あ、テレサが来てる、テレサが来てる。オッケー、テレサが来てるのは良かったんだけど、はい、もう一回テレサ来てやられちゃいましょう。今度は、Y ボタンを押さずにこのまま右行く。で、すぐ引き返す。これでいいんじゃない。そしてここでオンオフすることはまだできないか、できないか。じゃ、この上行く。上も行けない。いけた。あー、これでいいのか、これでいいのか。なるほど。いや、ちょっと待ってよ、違うな、違う。多分下の土管はこれやっぱダミーじゃないか、ダミーだと思うから、ここでパウするじゃん。で、この 土管入れないんだよね。そう、この土管入れないから上に行かないといけないんだ。はい、砲台取る、戻る。で、ここで、はい、やる。で、このまま次上行きます。はい、ここ上行く。で、これでピンコインゲッチュ。で、これブーメランが必要なんだ。ブーメランを取れない。いや、取れるのか。多分今左を入力しちゃってたから取れなかっただけで、ここで素直に上ジャン。そうすると、オッケーオッケー、わーお。そんなん出てくんかい。ってことで、ここ、はい、ジャンプしたら一旦右に逃げる。右に逃げて、オッケー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 なんだけど、オッケーなんだけど、どうする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 、取れないよ。いや、でもやっぱね、多少の勇気は必要なのよ。だからここでジャンプする。そしたら一旦逃げるけど、一旦逃げるけど、今チャンス、ゴー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 、こういうこと、こういうこと。オッケー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 、いけたいけたいけた、いけてるよね、いけてるよね。このダメージは仕方ない、このダメージはまあ仕方なくて、はい、でワープボックス入っていく。ワープボックス入って、オッケー、新たなとこ来たね。んで、今度は猫マリオが必要なのかな。これ乗ってみる、乗ったらどうなる。なんでやられた。多分押しつぶされちゃったから、すぐジャンプ、これでオッケー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 。
いいのかこれで。でここよし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 、いけたんじゃない、いけたんじゃない。で、あーちょっとカート邪魔です、カート邪魔、それだといけないんだよ。よし、もう一回丁寧に行こう。乗ったら一旦すぐジャンプ、オッケー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 。でここの間に入ってちくわブロック一旦落とす、落として、でよしよしよし、これで猫マリオ取れた、いけたよ。でここ壊していっていいのかな、壊します、壊し、なんか土管入っちゃったけど、あーオーマイガーなんやねん。結局土管に入らないようにするためにはこれで一旦右行ってやれればいいのか。ここで一旦やられて、でもう一回落ち火になっちゃおう、落ち火になっちゃって、この状態で行けばよしよしよし、下に降りれるね。でここももう一回落ち火にならないといけなさそう。はいはい、ここまで来ましたよ。これはオンオフが絶対必要そうだね。オンオフしてみる、すぐ上上がってみる、どう、合ってる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 のかい、合ってるのかい。んでなんだ、もう一回もう一回オンオフかな、もう一回オンオフ関係ある関係ある。そしてもう一回オンオフか、オッケー、なーなんで左まで来るねん。あ、そっかそっか、だからオンオフで、オンオフしたらこの上だ、ここで待ってればいいのか。ねえ違うの、いやもう芸が細かすぎるって本当になのでここで上行く、ですぐ右行く、よしよしよし、これで鍵を取って、はい、これでワープボックス入れると、よかったー、ナイス。でこれは土管入ればいいのかな、土管入ります。さあ土管入って中間ゲット、んいいのか。でもう一回土管入って、これでオンオフが切り替わるのかな、どういう仕組みすごいね。さあということでラスト一ドアかな、もう一エリア行ったらピンコインが集まることでしょう。ということで何こう合ってる、うん、あ急にアクション、急にアクションステージかと思ったら違うの、いやでもこれでいいはず。で今度は右押しっぱ、右押しっぱ、よしこれで入って、はいブーメランゲッチュ、でここ投げんのかな、投げます。そうすると、え、なに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 、合ってんのかい合ってんのかい、え違うらしい。じゃあこれ上上がると、あーやられるだけだね。詰まるところ、これこっちか、投げるのもしかして、そういうことだ。だからこれでもう一回投げる、そしてここ入っておく、あ違う、あっちこっち投げればいいのか、これではいはいはい土管に入れるよと、よし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 、いいね。はい、でまた裏面に来ましたよ。はい、ボムッとする、いいね。でなんだなんだなんだ、でこっち行くしかないか。ちなみにこの下なんかあったりはしない？しなそうだね。じゃあ上上がる。なに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 、キノコ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 取れないよ。あーなるほどねー、おおすぐ戻んないといけないんだ、透明度感で。ここは透明度感すぐ戻る、あすぐ戻れもできないんだ、あれ？じゃあどうすればいいんだ、もしかしてこれが正解、これで合ってる、合ってんのかな。でここ何、ここは何もない、これは、おお壊れた壊れた、あこれで合ってるんです、いけたかも、あやったー、本当にじゃあキノコいらなかったってこと、実は。ほんほんほん、ほんでここボムがある、ここ壊せばいいのかな、壊します、ドン、なに、あーそっちじゃん、左戻っとかないといけないんだ、なるほど。ってことでこれはもうどうやってやられればいいんだ、あーテレサが来た。そしたらここすぐ左かな、あここは大丈夫か、ここは大丈夫で、で次か、次がここに投げておいて、そしてこれでよし、ピンコインゲットして、でもう一度ここ方位とすると、うん
そうして、あ、そっちに投げ入れるのね。なるほど。あー、了解です。じゃあこのボム兵を左にやることで、よし、これでこのドアに入れると。来た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 。さあこれで、おお、戻ってきた。んで、はい、これで中間取って土管入って、んで、よし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 。でもう一丁中間取って、この上行って、ピンコインゲット。はい、これで鍵ゲッチュの、ここのワンボックス入ると。これでゴールか。いや、まだあるんかい。まだあるんだ。どういうことだ、どういうことだ。ここパウする。なんだなんだなんだ。キノコが必要なんだよね。ってことはキノコをどうやって取るんだ。まずここパウしてみるか。そうすると、おお、キノコそっち行っちゃったよ。そっち行っちゃったらもう取れないよ。こっちもう行けないよ。嘘でしょん。このあとどこから再スタート。こっから再スタート。あー、よかった、鍵ゲットしてる状態からだ。びっくりした。おお、危ない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 。よし、んーで、もう一回パウする。でここから、はいはいはい、来た来た来た、キノコゲットして、でここヒップドロップで下行けるようになる。これさ、なんか怖いな怖いな。このままでいい、このままでいい。はい、これでポンとなる。なんか嫌な予感しかしない。これいけないよね、これいけないんだよね。でもこれ以上、うわー、マジか、進めることができないからもう一回やられます。ってことは一回踏んだら、これやれないといけない。オッケーオッケーオッケー。これで、はい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 、ちっちゃいままにでこっち来れるようになると。あとはオンオフが必要。なんだなんだなんだ。鍵をサンボが持ってるってことなのか。ひとまずこっち行ってみるか。オンオフ、そうするとどうなる。なあなるほどね。そんじゃここオンオフしたらじっとしとかないといけないよね。じっとしておく。もうマリオさん、じっとしとくの本当苦手なんだから。え、ちょっと。オッケー、そんじゃオンオフする。右にいる。そしたら左に避難する。そうしておくことで、オッケー、これでいいね。はいはいはい。でこれで下行けるようになる。もう一丁、はい、オッケー。でこれで鍵ゲットもできるようになる。ワープボックス入るでいいのかな、いいのかな、本当にいいのかな。よしよしよし、ねえねえねえ。いやでもまだギミックあんのか。ゴールがそこに見えたけど、見えたけど、ブーメランを取るためにはどうすればいいの。まずここヒップドロップ。何、ここ下下がって、あー、どっから出てきたのお前。いやマジでドッスンさん、どっから出てきたんだ、わからなすぎる。ひとまずヒップドロップしたらすぐ逃げる。こっち逃げておく。よしよしよし、これでいいね、これでいいね。オッケー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 。いろいろ破壊してくれた。で今度はこれ下さ、わー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 、なに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 、え、なに、あ、うーわ、うっそ、塞がれた。すごすぎやって。もう、うわ、テレサ出てきたよ。おっきいテレサが、こんにちは。はい、そんな恥ずかしがらないで。まあ、ここでやられていいんだけどさ。いや、でももう見えたぞ。はい、ヒップドロップ、避難する。ほんで、ここにいとけばいい？それだけでいいのかな？オッケー、これでいいね。はい、これでブーメラン、壊して、ナイスゴール！お疲れ様でした！ギミック多すぎ、マジですごすぎ。ナイス、ありがとう。チャンネル登録よろしくま。アダブさんのコース、爆速間違い探し U、 こちらやっていきましょう。全24問プラスアルファ。さあ皆さんも間違い探すことできるかな。さあやっていく。まずはちょっと待って、これ緑土管入ったらどうなんだ。あ、入れないんだね。入れない入れないの、青土管は入れるよと。これでもう間違い探しだよっていうことがわかるね。すごいね。で、あ、まずは、はい、スター。わかりやすいね。どんぐり。いいよいいよ。こんな感じ、こんな感じ。左だけ途切れてるね。で、次、右が、はい、トゲメット。左からヨシが出ていない。今度は真ん中がコインないね。はい、次が左音符ブロック色ついてる。真ん中クリボを。
早い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 、はい、緑の子の子、左青トゲ像、右ボムヘイ、右、はい、ビーム出る、オッケー一発ナイス。さあ続いて、おお待って待って待って、さあここから難しくなってくるのかな。クリボを、はい、後ろ背景が違う、一つだけバネの方違う、右だけ、乗れる雲、羽がついてる、お一発成功なるか、左だけ縦置き、パックフラワー、のこのこ、これなんか簡単だね、真ん中だね、真ん中で矢印、左だけスター、続いてこれ右、はい置き方違う、後ろにちくわブロック、あとなんだ、テレスさんの後ろにコイン、オッケーナイス。でここが赤が正解なんだけど青土管に入ります。そうするとプラスアルファいけるのかな。はい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 、オッケースター、わかりやすい、これでしょ、オッケー、これで鍵ゲットして鍵ドア入ると、そうするとオッケー、ゴールに来れるよと、お疲れ様。はい、意外と一発でいきましたね。今回ラストいきましょう。俊彦6233のコース、5種類の被り物をうまく使いこなそう、2スピードラン、クリア率は 4.82% ということで、 3D ワールドのスピードラン楽しんでいきましょう。さあ参ります、スピードラン、オッケー、まずはここ、はい、ポンポン、ちょっと連打連打、ジャンプする、はい、ここもジャンプする、今度はオッケー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 、キラーになって上、左行く、はい、ピョンとする、オッケー、まだ左で、今度右ね、右行く、すごい矢印が多いで、これ下ちょっと下がって、足りくるっと、オッケーナイス、中間もある、いいですね、はい、壁キックでドッスンさん使っていく、はい、これも壁キック、おいしょ、壁キックからの、はい、赤パウナイスで、これ上上がってくるっと、もう一度くるっとで、下までゆったり下がっての、最後もう一回くるっと、オッケーで、土管入っていく、残り33秒、まだ余裕ある、よし行くぜ、はい、キラーなる、おお、このまま進めばいいかな、オッケーで、はいはい、壊して、はい、ここも、オンオフ切り替えていく、でここ、はい、パウ、あ、すごい、これなんで、これ気持ちいいぞ、で、はい、あ、砲台打って、もう一回中間からの、くるっと、オッケー、はい、くるっと、もう一回、はい、くるっと、あー、入れないー、うわー、最後一発決めたかったなー、はい、もう一回、くるっと。で入っていく、はい、クルッとで入っていけなくてもここで回復できるんだね、ここで回復できたんだ、さっきそれ利用すればよかったな、オッケー、これで右行ってジャンプの中、クッパさんもいるけど、オッケー、ナイスゴール、ありがとうございました。はい、ということで今回ここまでにしたいと思います。少しも楽しいと思っていただけた方、ぜひチャンネル登録ボタン、高評価ボタンポチッとよろしくお願いいたします。コードでした。また次回動画でお会いしましょう。ではまたね、グッバイちゃん。